鳥居地流神社は愛知県地流市西町にある神社。式内社三河国二宮で旧社格は県社。旧称は池恋夫な大明神。江戸時代には東海道三社の一つに数えられた。祭神略経図祭神は次の六柱。主祭神四柱にあい、殿神二柱を兵士する。祭神について文献では、 日本穂高従者の大友武彦木部武彦とする説や、地流の音から木花地流目とする説が挙げられている。また、聖徳大子の兵士は、江戸時代中期の資料まで遡って見られる。社言では、第十二代、慶光天皇の時に、東国平定に赴いた日本穂高が当地で戦勝を祈願し、平定後の基とに感謝して、建国祖神の上記与柱を祀ったのが創建という。 一方、第十四代、中愛天皇元年の創建とする説もある。江戸時代まで当社を氏神として祀っていた、長見氏一族の長見氏家父によれば、その出自について、にぎはや非尊公営で、千早や命十五世今後の三河聖帝綱が、白宝二年に天武天皇の直命により、治流艦主になったとしている。 なお、当初の鎮座地は東へ約1キロメートルの山町の高地であったと言われる。一時上重原を経て、現在地に移ったのは天正元年になるという。国史では、治竜神の深海が、忍受元年に15以上、上元6年に正五位下、上元12年に正後以上、上元18年に14以上,上,上,上に少女されたと見える。いずれの記事でも、都市か,かと併記され、 六国終了時点の深海は、三河国内では都市鏡と共に最高位になる。延長五年成立の演技式新名庁では、三河国壁海軍に地流神社と記載され、式内社に列している。なお、和名称では、三河国壁海軍に里市立港と見えるが、これは、当地付近に否定される。また、三河国名所図へ地流神社の港に、さなげ社殿に、うん。 一宮とか神社、二宮知流神社、三宮さなげ神社と見えることから、知流神社は、三河国の二宮の位置づけにあったと見られている。ただし、知流神社を、三河国二宮と記載する中世史料はなく、上記図への出展も明らかでない。その後、昭安三年筆の写像変額、昭一位、里子恋船大名神にや、 三河国内新名庁書写本によると小一くらいの極意に達したとされる。中世には水野氏の数計を受け、文明3年3月に水野直盛が社殿を修造し、大英6年には水野忠政も修理を行ったが、天文16年の陛下で消失し、重原に潜座した。元気2年にはさらに現在地に潜座し、水野信光から社殿修造と、 車両十国の寄進があったという。江戸時代に入り、漢文年間には、松平忠房から車両として十国が追加寄進された。江戸時代には主に、池小井船大名人として知られ、東海道三社の一つにも挙げられ、近隣二十数家村のうぶすながみとして、また、まむしよけ、ながむしよけ、雨乞い、安山の神として信仰された。特に神札を身につければ、 福者に噛まれないとされ、北関東から山陰地方に至る各地に分社が建てられた。東海同盟書税では、地流神社について、祭神、多方塔、古学、末社、ひもろぎ石橋、的場、女福者新札、三たら池などが記述されている。明治維新後、明治5年9月に近代社格制度において、県社に列した。廃電現在の主要社殿は、 江戸時代後期から昭和にかけての造営になる。社殿配置は終わり作りと呼ばれるもので、本殿、幣殿、西門殿、回廊、廃殿を縦長に接続する。この終わり作りは終わり地方には多いが、三河地方では珍しく、知立神社社殿は、その三河への電波を表す意向になる。これらの社殿は、国の登録有形文化財に登録されている。 各社殿の詳細は次の通り。また、拝殿前の上池に架か,かる石橋は、江戸時代の教法17年の造営である。河口岩製の太鼓橋で、規模は全長6.6メートル、幅2.4メートル。古城の石桁の上に、厚さ12センチメートルの石板19枚を並べて、橋となしている。東海道名所税にも記載が見える。この石橋は、 知理市指定文化財に指定されている。多方塔系大入り口付近に立つ、多方塔は、室町時代後期の永昇6年の再建とされる。三県四方の二層の塔で、塔校は約14.5メートル、屋根は小毛らぶき、四隅には帽子を置く。社殿では、仮称3年に、円人が神宮寺を建立した際に二層の塔を建立したというが、現在の遺構はその後の再建になる。 明治元年の廃物希釈の際には、本尊、仏壇を、島内から除いて文庫に改めたため、難を逃れている。その後、大正9年の解体修理で復元された。なお、島内にあった本尊は現在総持寺,寺にある。この多方島は、神宮寺の遺行を伝える全国でも珍しい例とされ、国の重要文化財に指定されている。その他境内には、 明治期の建築で昭和43年に、地元旧家から移築された茶室、地流兄や、明治19年建築の洋風建築、養成館、高さ6メートルのトネリ湖がある。登録有形文化財の親母新社土御前社接社、抹社地流祭り土器の出しと多方当年関西寺は、次の通り。境内にあった、神宮寺は、社殿では、歌唱3年の僧縁人による混流という、 寺内には、玉仙棒をはじめ七棒があったが、天文16年に消防し、元記年間に再建されたという。現存の多宝塔はその神宮寺の名残を伝えるもので、あるが、牧書によると、永承6年の再建になる。江戸時代には、関永寺末として、宗寺寺を称し、地流神社の別当寺を成したが、明治に廃された。その後、曹寺寺自体は、大正15年に、 地流神社近くに再興され現在に至っている。他方島内にあった本尊の愛禅妙像は、現在はこの掃除時に安置されている。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。